ハイフライヤー級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦の艦級で、イギリス海軍では二等防護巡洋艦に類別していた。本級の原型である、エクリプス級、エクリプス。本級は、イギリス海軍が、自国の通称オロホモと植民地警備を主任務とする、小型の防護巡洋艦として、設計、建造されたクラスである。 昇格攻撃に特化した前級と違い、前々級であるエクリプス級の改良型として設計された。1896年度海軍計画で前期型3隻が続いて1900年度海軍計画で艦型をやや大型化した改良型の後期型2隻の稽古隻が収益した本級のハーミーズ。艦板上に単装砲を並列に配置しているのが特色である。 船体は朝鮮主労型船体である。水面下に昇格を設け、そこに棒立てのついた 15.2cm 速射砲が、単装砲画で片耳4箇所ずつ配置した。三番煙突の後方に、後部マストと後部環境が立ち、そこから甲板1段分下がって、後部甲板上に 15.2cm 速射砲2機を並列配置された。この武装配置により、 監視方向に最大で 15.2cm 砲3門、減速方向に最大で 15cm 砲6門、完備方向に最大で 15cm 砲2門が施行できた。ハーミーズで運用される水蒸気。ハーミーズは1913年の4月から5月にかけて水蒸気3機を搭載する水蒸気母艦に改装されて運用された。 前後に滑走甲板を新設し、水蒸気は台車に乗せて発艦させ、収容時は水面からクレーンで行った。ハーミーズの使用実績を踏まえて水蒸気母艦、アークロイヤルの建造につながった。本級のハヤシンス。本級は甲板上に 15.2cm 砲11門を配置したことにより強力な兵装を持っていた。本級の主武装は、 1901年はタマーク715、2cm 砲を採用した。その性能は 45.4kg の砲弾を最大行角20度で 13,350m まで届かせられ、射程 2,740m で原則走行 51mm を貫通できるとされた。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角20度、深く7度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度、減速配置のものは160度であった。発射速度は1分間に5から7発と速かったであった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング 7.6cm 炭素側射砲を砲がで、 計11機、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された、フランスのオチキス社のオチキス4.7センチメートル気砲を単装砲がで6機装備した。対艦攻撃用に45.7センチメートル、水中魚雷発射艦2機を装備していた。前期型フェアフィールド造船所で1897年6月7日、気八1898年6月4日。 浸水、1899年12月7日春九1921年6月除籍後、解体処分。グラスゴー造船所で1897年1月27日寄港。1898年10月27日。浸水、1900年9月3日春九1923年11月除籍後、解体処分。 フェアフィールド造船所で1897年4月30日帰港、1898年4月7日浸水、1899年10月5日浸港、1914年10月31日にドイツ海軍の有望と u ボート、U27 の雷撃により激沈。後期型チャタム造船所で1900年12月1日帰港、1902年5月27日浸水。 1904年5月3日、春行。1920年5月除籍後、解体処分。デボンポート造船所で1901年1月28日、起工。1902年6月18日、浸水。1905年11月21日、春九1923年5月除籍。ありがとうございます。